ガンガデッキョンな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。それでは今回も元気にロマサガ RS やっていこうじょのいこ。ということで今回やっていきますのはこちら、エッグの7形態でございます。7形態はなんと16種類。もうこれ見ただけでやる気がうせてしまいますな。それでは攻略パーティーの、ご紹介から。はい、こんな感じのパーティーです。陣形は虎穴陣。配置はこんな感じです。一番にリアムくん、ステータスと装備はこんな感じです。控えめにリボってぶっ破するだけの、簡単ではないお仕事です。二番に聖王様、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは、96% となっております。性質の歌を継承。今回も超えたからかに歌っていただきます。三番に爆破神。ステータスと装備はこんな感じです。武器成績は回復プラスの成績をつけております。フレームハンマーを継承。ヒーラー検知力でバッファーとして採用しております。4番に詩人。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 93% となっております。年始の音を継承。ヒーラーとして採用しております。5番に女神。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 86% となっております。女神の心臓を継承。火ダメ軽減薬とヒーラーとして採用しております。装飾品の成績は相手によって付け替えております。音形態が出てくるなら混乱耐性。音形態が出なくて意思形態が出るなら石化耐性。どちらも出ないときは適当です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。なんか6形態の時に、比べてスタークエイクを使う確率が、高くなってるような気がするんですよね。もちろん1回も使ってこない時もあるんですが、かなり確率が低いです。なもんでリアムくんはリボ完済しないで、3回だけリボ返済しておきます。開幕はリアムくんがリボ。聖王様は性質の歌。バッハ神はロックファイア。詩人はミンストレルノーツ。女神は天井の調べです。バッハ神は序盤はロックファイアでいいんですが、中盤以降はフレームハンマーで、知力デバフを入れていくので、その辺になったら杖ポコで、知力を上げた方がいいかと思います。デバフが入らなくて混乱したリアム君に殺されるパティンで、何度もやられましたんで、程よく HP が減らされたので真珠で、回復しておきます。詩人と女神は BP ためです。オーフ。バッハ神がいきなりピンチですな。回復させておきますが、誰で回復させるか悩ましいところでございます。バッハ神、詩人、女神の中で LP の重要度が低いのは詩人なんですが、詩人の足が遅いんで多分回復する前にバッハ神がやられちゃうんですよねー。なもんであまり LP 使いたくないですが女神で回復しておきます。女神なら陣形効果が切れてもそれなりに、耐久できますし。詩人のアビリティ発動。状態異常食らっても、ワンチャンこれで忍ぶことができます。とにかく詩人とバッハ神のアビリティが、発動してくれればしてくれるほど、こちらは有利に戦うことができるんで、運よくアビが発動してくれるのを、祈るのみですな。そしてリアム君がリボ3回返済したので、このターンから攻撃に参加させます。スタークエイクが2回飛んでこないことを、祈ります。
バッハ神と詩人、両方のアビが発動してくれていい感じですな。ここまではかなりいい感じでございますが、どんなにうまくいっていてもスタークエイクが、2回来た時点で終了なんですよね。最後の方まで全然安心できない時間が、続きます。そしてここで携帯チェンジ。通常携帯その2が登場ですな。特にやることは変わりません。残り HP を気にしつつ殴るだけでございます。クイックドローを使うと陣形効果の恩恵が得られなくなるので、アンチマテリアルぶっぱができないターンは通常攻撃を使います。比較的優しめの攻撃で、助かりました。HP は特に問題なさそうなので、引き続き殴ります。卵が、割れるまで、殴るのをやめない。そろそろ携帯チェンジかと思ったんですが、まだ微妙にダメージが足りんみたいですな。リアム君と聖王様の HP を回復させたいんですが、真珠とミンストレルノーツが使えるんで、それで回復していきたいと思います。来やがったな極悪凶悪鬼畜技。まあ一回までなら許容範囲ですわ。でもこれ以上使うことは許さん。なんとか床ペロすることなく、回復することができました。とりあえず一安心でございます。そしてここで携帯チェンジ。通常携帯その3でございますな。まあ HP は問題ないのでそのまま殴るだけですな。あらまあっさり携帯チェンジでございますな。次は水携帯が登場でございます。ちなみに今回戦ってますのは、水、音、石です。混乱対策は、しているものの、石化対策を、してないので、一体どんな感じになるのか、実験も兼ねて挑戦しております。1ターン
ターン目は結構優しめの攻撃でしたな。ターンの最後に攻撃アップしてくるので、次のターンが怖いですが、と思ったらこちらもあっさりチェンジですか。続きまして音形態が登場です。音形態は硬くてダメージを与えにくいですが、攻撃自体はそんなにきつくないので、OD フレームハンマーで先にデバフを入れていきます。天井のハンマー。さあ問題はこの後です。ラブサイケデリコを回避できるかどうか、ですな。セフセフ。もう一発知力でバフかましておきます。混乱さえしなければどうということはない。セフセフ。ちゃんと知力デバフが入れられてたら休憩ポイントといった感じですな。どうやら弱体破りもすぐに使ってくる感じではないみたいなので、ほどほどに知力デバフを入れていけば、次の石もそのまま対策可能かと思います。状態異常を付与してくる音や、石がクセモノかと思っていたのですが、戦ってみた感じですと獣、気の流れが一番きつかったかなといった印象です。獣形態の攻撃が虎血陣の陣形効果が乗っていてもかなりダメージ食らうんですよね。シューティングスターの連発程度なら大したダメージではないですが、使ってくる技次第ではいきなり壊滅させられるなんてこともありました。そしてパーティーの立て直しでいっぱいいっぱいになって、知力デバフを入れてない状態で、形態になると、世界の合言葉は森で一気に、とどめを刺される。なんてことがあり得るです。というか獣から木じゃなくても、獣からの流れが戦いにくい感じでしたね。今のところ獣形態の攻撃で壊滅しないことを祈るくらいしか対処法がわかりません。それを対処法っていうのかどうかわかりませんが。そしてここで音形態終了のお知らせ。続きまして石形態でございます。まあ知力デバフ持った状態なんで大丈夫でしょう。弱体破りされたらわかりませんが、リアム組んで弱点も取れますし、サクッとダメージ与えてご退場願いましょう。微妙な攻撃連打で助かります。そのまま術で攻撃してきてください。もし弱体破りされても、大丈夫なように、もう一発ハンマーで殴っておくとしますかね。セフセフ。セフセフ。そしてようやく最終形態でございます。こっちが先に動くことはまずないので、虎血陣だと最終形態は戦いやすいですな。
OD アンチマテリアルぶっぱで、倒せそうで倒せなさそうな感じです。わざわざ危険な橋を渡る必要もないので、次のターンで勝負します。女神デリアム君を回復させておけば、勝ち確ですな。長時間お付き合いいただきありがとうございました。それでは OD 連携ぶっぱで、とどめと移行所の移行。縦のアンチマテリアルウィンド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 ロック化がスロー。という感じで一歩7形態の一つなんとか無事攻略でございます。これをあと15回もせにゃいかんって、もうめんどくせえことこの上ないですな。というわけでこれと同じパーティーで全部攻略できておりませんが、半分の8クエストはこれでクリアできました。多分残りもこれでいけると思いますので、ぼちぼち攻略していきます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。